娘最近あのお弁当を作る機会があったんですけど、その時にお米がないのでパックご飯で代用したりとかっていうもので、うん、なんとかしのいできたっていうことがありましたね。1週間前に1日で8軒回ってなかったんです。昨日も街で聞かれたお米がないという声。令和の米騒動とも言われ、先月から続く米不足。お米の販売事情を探るべく、めざまし8は昨日東京練馬区内のスーパーやお米の専門店を回ってみると、今練馬駅の前のスーパー見てきたんですけど、お米ありましたね。ただいま練馬区内のスーパー4軒回ったんですが、そのうち2軒がお米がない状態でした。確認した30店舗のうち、お米が売られていたのは25店舗。5店舗で売り切れとなっていましたが、およそ8割のお店でお米が買える状況に戻っていることが分かりました。練馬区で米店を営む店長は、うちお米入れる問屋さんっていうのは決まってるんですよ。その問屋さんがとの私たちは1年間を通じての商取引なんですよ。絶対お客さんに間に合わせなきゃいけないっていう気持ちありますんで。先月から続く米不足、徐々にではありますが改善の兆しが見えてきました。こちらになるんですけど、どうですか今のその状況というのは。はい、変わりました。まずですね、注文したらどんどん入荷するようになってます。今の段階ですと、注文した数、例えば50袋頼んだら5キロに50袋頼んだら50袋来るという状態です。で、明日から茨城産のコシヒカリも入ってきますし、この間までは、千葉県産のコシヒカリを新米を販売してましたけど、お米自体の入荷はちゃんと入ってきてるって、そんな状況ではありますよね。東京練馬区にあるスーパーアキダイでは、米の供給は9月に入って戻ってきているといいます。しかし、まあ、ですからね、これ値段が上がりすぎてる状態っていうのはこれ普通じゃないんで、だいたいこの価格としてもだいたい3割ぐらい高いんですよ。この需要というのは通常のおそらく5倍ぐらいですから、これこんなに消費されてるわけないんですよ。5倍消費してるからしてないんで、お店に並んでないのは異常に売れすぎてるからなんですよ。食べてるわけじゃなくてストックしてるんで、この後やっぱこの逆に余っちゃうと思うんで。多くの人が食べるためではなく、貯めるためのお米を購入している可能性があると指摘する店主。実は東京から離れた沖縄でも。これは沖縄県那覇市にある大手スーパーの米売り場の写真です。売り場には多くの米袋が積み上げられていますが、沖縄の方が内地に送られるのと、旅行に来られた内地の方が自宅に送られるというのが起きておりますね。では今後米不足に陥る不安はないのか、生産地を訪ねてみると、こちら茨城県に来ているんですが、一面稲が広がっています。訪ねたのは茨城県古河市にある米の生産者。よろしくお願いします。間もなく収穫するコシヒカリの田んぼです。広さとか収穫を迎えている今年の新米、この農場だけで収穫量は150トンを予定しているといいます。このような色づき、また大きさから見ますと平年並みの収穫量は十分見込めるかなと思います。例年通りの収穫見込みだという生産者。私たち消費者が安心してお米を手に入れるための方法を教えてくれました。そこまで今年の作柄でお米が不足するとかいうことは、まあ、私の生産している現場では感じておりません。そこまで今慌てて買い占めなくてもお米はあるのかなと
思います。まあ、今年のお米は安心して、お待ちいただければいいのかなと思います。おさむさんのお宅お米あります？あのですね、この間僕実家に帰った時にですね、あのうちの姉と僕が母にもらうというあの千葉の実家にはあるんですやっぱり。あ、そうなんですか。田舎なんでにはあるんですけど、やっぱ都内なかったんで、うん、はい、やっぱあのかなり助かりましたそれで。ね、本当ですよね、はい、もうあって当たり前のもんがないと、はい、本当困りますけど、はい、沖縄から買って送る方もいらっしゃるわけです。まあでも気持ちわかります、ね、沖縄はあるんです ね、 沖縄はあるとい、はい、まあ、そして VTR にもありましたけれども、めざまし8は東京練馬区のお米を取り扱っているお店30店舗を調べたところ、在庫があったのは25店舗とおよそ8割の店舗で在庫があるという状況でした。ただお米がないという声も聞かれるんですけれども、現場ではどういった声なのかと言いますと、森ファームサービスの田中農場長は、新米は平年並みの収穫量が見込めるので安心してお待ちくださいということでした。また秋代の秋葉店長は、お店にも新米が入ってきているので焦って買わない方がいいということなんですね。では今後の見通しどうなっていくのでしょうか。五つ星お米マイスターの渋谷理恵さんによりますと、9月下旬から10月上旬にある程度お店に並び、年明けぐらいに今の価格より1割ぐらい下がる可能性もあるということなんですね。さらにこちら注目です。今年の新米当たり年ですごく美味しいので楽しみに待ってもらえるぞということで、買い占めしないと、ね、ダメだ、買い占めしないと。さっきの30店舗っていうのは新米が回ってきて、はい、予約、まあ、在庫があるというお店が増えてきたということなんですね、はい、でも武井さん、これ焦って買わなくてもいい、はい、で1割安くなるって言いますけど、今も1割以上上がってるじゃないですか。確かに上がってます。いつになったら普通戻りますかね。どうなんですか、ちょっと、まあ、でも近々戻るとは思うんですけど、僕は小米を20キロ分ちゃんと買って置いてあって、新米な、あの買えない時とかは小米を新米のように炊ける技術を使って、あの保存したりして、なんかね、ちょっとお水ちょっと多めにして、油とかをちょっと入れるんですよ。それで炊いて、で炊いたやつを1合で炊くんですよ。しかも多く炊くと結構なんかあのパサパサになっちゃったりするんで、1合炊いてそれを全部あの炊きたてのまんま冷凍しておくようにしてるんですよ。そのままね。すると意外と新米のように食べられたりするんで。なるほど、はい、工夫してます。ありがとう、ありがとう。でもあれですよ、こうやって焦らずに焦らない方が本当よくて、やっぱフードバンクとか今やっぱお米不足ですし、やっぱ子ども食堂とかもお米がなくて、やっぱりね、その我慢、子どもたちせざるを得ない状況にあるから、本当に今の情報ってすごい大事で、落ち着いて自分たちは分かち合うっていうのが大事ですよね。